わらわら北東のパルース丘陵アイダホ州モスコーのアイダホ大学樹木園南にあるパルース丘陵,陵パルース草原生態域の一図パルースはアメリカ合衆国北西部のワシントン州南東部アイダホ州北中部及び定義によってはオレゴン州の北東部にまで広がる地形の名称である主要な農業地帯であり小麦や豆類を生産している オレゴントレールの北約160マイルに位置し、19世紀後半に開拓入植地として、急成長、短い一時期には、ワシントン州のビュージェット湾周辺の人口を超えていたこともあった。1890年代初期には、こういう地供与の制度をもとに、アイダホ大学及び、ワシントン州立大学が宗教を挟んで開設された。 両校はわずか8マイルの距離にあって、現代に至るまで交流は深い。パルースという言葉の起源は不明である。ある説では、パルース族インディアンの名称が、フランス系カナダ人の毛皮交易業者によって、より親しみのある、フランス語、ペルースに転換されたというものである。時を経て、綴りが、パロスに変化してきた。 別の説では当初その地域を表すフランス語だったものが土地に住むインディアンの故障に当てられたというものである。伝統的にパルース地域はわらわら地方とを分けるスネーク川の北、カマスプレーリーとを分けるクリアウォーター川の北、ワシントン州とアイダホ州の宗教に沿って北に伸びスポケーン市より南でパルース川を中心とする地域にある肥沃な丘と プレーリーとして定義されてきた。この地域は、当初スネーク川の南のわらわら地方で開拓された、ワシントン州南東部の大規模な小麦栽培地の一部として、1880年代に入植と小麦生産が進んだものである。パルースに関する上の定義が、今日も残っているが、小麦生産地域の全体、すなわち、わらわら地方、アイダホ州のカマスプレーリー。 コロンビア側大地中央のビッグベンド地域、その他ワシントン州、アソティン郡やオレゴン州、ユマティラ郡のような小規模の農業地帯まで含めて使われることがある。このような抗義の定義は、パルース草原生態域を広く定義する世界、自然保護基金のような団体が使っている。ワシントン州パルースの町は、アイダホ州ポトラッチの西7マイルのウィットマン郡にある。それでも、 パルース地域の伝統的な定義は、スネーク川より、南のわらわら地方とは区別するものである。わらわら地方では1860年代にすでに、小麦の乾燥地の農作が可能であることが分かっていた。1870年代に、わらわら地方が急速に農地に転換される一方で、それまで、牛や羊の放牧が支配的だった。 パルース地域でも小麦栽培の実験が始まった。この試みが成功以上のものをもたらすと、1880年代には小規模の土地ブームが来て、パルース地域は急速に農場で埋まっていった。同時期に進行した鉄道網の拡大によって、パルースの開拓速度を速めた。1890年までに、パルースの土地はすべてが所有され、 小麦栽培地に転換された。わらわら市が確固とした中心となっていた。わらわら地方とは異なり、パルース地域は少なくとも4つの中心があり、互いに数マイルを隔てているだけだった。すなわちコルファックス、パルース、プルマンと間補修のモスコーだった。これら4つの中心に加えて少なくとも10の、 小さな町があり、わらわら地方の中心がはっきりした性格と比べて、拡散した都市化の様相になった。パルース地域の境界部にあり、定義によっては、パルース地域に含まれる都市としては、カマスプレーリーの農業地帯にある、アイダホ州ルイストン、ビッグベンド地域の東端にある、ワシントン州、リッツビル、および、地域全体の主要都市である、ワシントン州スポケーンがある。 スポケーン市の位置づけが大きいために小麦生産地域、地域製粉地帯及び製材業の行われる森林を含み、スポケーンが内陸部の首都と呼ばれるようになってきた。またスポケーンは地域全体にとって鉄道と輸送の中心にもなっている。1910年までにパルース、ワラワラ地方、ビッグベンド、ユマティラ地方を呼び、 カマスプレーリーというような地元の呼び方が普通になったが、地域の多くの人々は、インランドエンパイア、小麦、ベルト、コロンビア盆地あるいは単純に、ワシントン州やオレゴン州の各東部、アイダホ州北部という呼び方で、そこに住んでいるとみなすようになってきた。ワシントン州ステップ東ビュートから眺めた。 パルースパルースのプレーリーを特徴づける風変わりで絵のような沈殿の昇級は表記に形成された。氷河のアウトウォッシュプレーンから西と南に吹き出されて、不揃いなコブとくぼみのつながりになっている。最も急な斜面は、斜度が50%になるものもあり、北東に面している。非常に肥沃なオードの深さは 5cm から 130cm になっている。 平らな広い土地はほとんどない。パルース山脈のようにプレーリー周辺の高地には深い針葉樹の森があることが多い。モスコウ山が最高峰であり、海抜4983フィートである。モスコウ市の北東を8マイルにある。現在のパルースで使われているコンバイン初期の農業は労働集約型であり、人と馬の力に大きく依存していた。 1920年代に組織的に借り入れと脱穀を行う時には120名の人と320頭のロバと馬を必要としていた。穀物が実るにつれて集団が農園から農園に移動していった。この時期までにコンバインが発明されて使われるようになったが、平地で運転するには40頭の馬と6人の人を必要とした。 そのような機械を引っ張らせる馬を十分に持っている農夫はほとんどいなかった。このために国内の農業地帯よりもパルースでコンバインを使用した時期は遅れた。モスコーにあるアイダホナショナルハーベスター社が小型のコンバインの製造を始めて初めて機械化が可能になった。1930年にはパルースの小麦の90%がコンバインを使用して 収穫された。機械化の次の段階は、トラクターの発展だった。コンバインの場合と同様、初期の蒸気機関やガソリンエンジンのトラクターは大変重くて、険しいパルースの給料で使うのはためらわれた。1920年代に導入された小型で、一般用のトラクターが限定的に使われていた。その結果1930年時点では、 農夫の20%しかトラクターを使っていなかった。今日のパルース地域は国内でも最も重要なレンズ豆生産地になっている。パルースの畑かつてブルーバンチウィートグラスやアイダホフェスキューのような多年生中高竹の草で覆われていた広大なプレーリーだったパルースは現在事実上全土に農作物が植えられている。元からのプレーリーは ほんの1%を超えるほどしか存在せず、アメリカ合衆国でも最も危惧される生態系の一つになっている。人々は野生生物に被害を与えてきた。かつて豊富にいた鳥や小動物は現在では数少なくなっている。パルウス全体で行われている路面から路面の間の徹底的な農業によって柵が少なく柵の両側の未工作部分は さらに少なくなっている。中間にあった多くの昇流も耕作され、それに隣接して大きな湿ったりお口のある多くの永続的な水流は断続的であるか大きく掘り込まれている。水際の地域は合衆国内のどの生息域よりも多様な鳥にとっての餌場になっている。水流に沿った樹木や干木がなくなることは鳥が減り、 種が減ることを意味している。この生態系の中で、水際地域の大多数は失われてきた。冬のアイダホ州北中部のパルース近年進んだ農業用地の郊外住宅地への転換によって、パロースに生物多様性を生んできている。アイダホ大学の野生生物学教授ジェイラッティは小麦畑を 郊外野生生物保護区に転換した10年間で野鳥の構成が変わってきたことを報告した。1991年時点で彼の15エーカーの庭に86種の鳥が来ていた。10年前は18種に過ぎなかった。農業の強化は水の量と質にも影響してきた。農業は水位を変え流出水の量を増やしその期間を短くした。 その結果侵食が激しく起き、永続する水流が失われた。1930年代にはすでに土壌学者が、地域の川の著しい底下げと、水道幅の拡大に気づいた。流速の速い流出水が素早く、川底をえぐり、緑地に隣接する川底を下げていた。サウスパルース川ではこの現象が顕著であり、1900年までに、 以前は湿地だった場所での農業が可能になっていた。多年草が一年生の穀物作物に置き換わることで地上流が増え地下浸透水が減っており、それが流出水の水位を高くし以前よりも早く消えていくことになった。かつて永続的にあった水流が成果には枯れていることも多い。このことは 疑いもなく両生類や水中に生息する種に影響を与えてきた。町や都市は人口が増えるにつれて地域の様相を変えてきた。1910年にはパルース地域にある30の町に2万2000人の人が散らばっていた。第二次世界大戦後に農薬の導入で穀物の生産口は200ないし400%と劇的に増加した。 1900年以来、パルース生態系の草地94%と湿地97%が穀物、干し草あるいは牧草地に転換されてきた。1900年に森林であった土地の約63%が現在でも森林であり、9%が草地になり、7%が再生された森林あるいは干木地になっている。以前の森林地の残り21%は、 農業用地や都市化地域に転換されてきた。ワシントン州、ウィットマン郡の農園、パルースとカマスプレーリーの草原を家畜の牧草地にした影響は農業用地への転換が急速だっただけに一時的だった。しかし、スネーク川とクリアウォーター川及びその支流にある渓谷の地は土壌が浅く、地形が険しく、厚く乾燥した気候であるので、 農作物の栽培には適しておらず、その結果長い間家畜の飼育に使われてきた。集中した放牧と、その他の混乱要因もあって、もともとあった特にヤグルマギク族などが一年生の、スズメの茶引き族や有毒な雑草にほとんど置き換わり、元に戻せなくなった。ユーラシア大陸の似たような気候で進化したこれら。 競合力のある族の植物が19世紀後半に合衆国に導入された。パルースでは過去どのくらいの頻度で山火事が起こったかについて議論があるが、今日では過去ほど頻繁には起こっていないことについては合意されている。これは主に防火活動、火が広がるのを防ぐ防火帯としての道路の建設、および草地や森の農業用地への転換が寄与している。 歴史家は晩秋に起こる落雷がプレーリーの縁にある松の木に火をつけたことを挙げているが森林火災がプレーリーに広がったのかあるいはその逆なのかは不明である。ネズパース族インディアンがカマスの生育を促すためにパルースやカマスプレーリーを焼いたと考える生態学者もいるがその伝説を解き明かす歴史的な記録はほとんどない。 ヨーロッパ系アメリカ人開拓者が1930年代まで土地を切り開き牧草地にするために火を用いた。その後森林火災は稀なものになった。その結果森林の密度が高まり、干木や樹木が以前の開けた地域に侵入してきた。森林で火事が起こると複雑な被害を生むか、あるいは生態が変わるようなこともある。ありがとうございます。